どうも、最近ですね、コロナワクチン3回目の接種に行ってきて、高熱でぶっ倒れてたんですけど、完全復活しましたね。でもね、悔しい気持ちでいっぱいなんですよ。今までルーチンよく動画を出せてたのが滞ってしまって、めっちゃ悔しいんだよね。なんでこの悔しさを忘れずに、いつまでも健康体でいようかなと認識させられましたね。そして3回目のワクチン、モデルナを打ったんですけど、副作用、モデルナって思いましたね。いや、ここ笑うとこだよ、みんな。ピオキング面白いみたいな。はい、どうもピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールフォーエバーバージョン2ということで、僕の動画のコメント欄でもよく見かけるのっぺらぼう S さんっていう方のコースですね。そしてトロールフォーエバーって永遠の魂っていう意味になるんじゃないかな。もう怖いよ、病み上がりの僕にこんなコース送ってくるなんて、のっぺらぼう S さんが怖いね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 3.22%。 そしてさ、説明文にブラックホールの魅力になんとなかんたらって書いてたんだけど、ブラックホールってさ、男心くすぐらない？さあ、開幕石親父がいるんですけど、あの石親父は下に落ちるのか。開幕誰なんだよ。速攻で右にダッシュしてドスを避けろっていう感じだね、多分これで。絶対左の方にも隠しブロックあったでしょ今。なんでここはジャンプしてあのブロックも避けろっていう感じか。何このトロールコース、また新しいトロールコースを作ってきたな。このバネは何だ。バネは友達、信用したいと思います。こっちに行けっていうことか。多分あのバネを信用していいでしょう。今日のバネは不機嫌みたいだね。あまり近づかない方がいいよとか言って、僕が近づかないと思うか。よくもやってくれたなバネ。食らえ体当たり、ウルトラサンダーアタック。じゃあここはさ、一旦取った瞬間、いや右にすぐ逃げるとか、そしてここで取れっていう感じだね。さあ、こっからどうするかなんだよな。一旦さ、このファイヤーまで取っておいてみる。取っておいて、上のこのハテナ気になるよね、これ何。どいてよもう。だって頼むって、そんなことしないでって。やべえ、バッテリーが少なくなっていますってなってる。ちょっとこのコース終わるまで待ってくんないかな。大丈夫、持つかな電池。じゃあここさ、一旦上に行ってさ、このバネを引き抜けっていう感じでしょきっと。あっ。いや違うんだって。じゃあここはしっかりバネを引き抜いて、右下の土管に入れっていう感じかな。多分このバネを投げろっていうことでしょ。なんでよバネ、なんでそこに足目があんのよ。無期限もいい加減にしないか。じゃあここ足場があるってことはさ、このバネいらないんじゃないの。そしてこのまま下に行ってのかに入れるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。ここはなんだ、一旦右に行こうか。右に行きすぎなんだよ。急によるステージはずる。ジャンプして左を進化しろっていうことだね。多分それで回避できるね。これはなんだ、このハテナはなんだ。なんもない感じか。じゃあこのまま右に抜けていこうか。なんでここは無音なんだ。あ、やっと音楽鳴ってくれたね。そしてこれは一旦さ、下に行こっか。なんでよ、今ちゃんとジャンプしないようにアームから降りたよ。それじゃあここはさ、あのアームに捕まったらいけないんだよ。そしてこのまま右に行って中間ポイントゲットできるっていう感じが本当にさせてくれる。意味わかんねえって、これ何なんだこれは。な、これジャンプしたらもう終わりやんか。ほらね、もうちくわブロックだけ落とせばいいのかな。そしたら鍵が手に入るみたいな。なるほど、そういうことか。そしてこの鍵の輪に入れるっていうわけで、中間ポイントはまだか。本当にここで合ってるのか。やったよしよしよし。さあ進んでいこっか。このドア入れんのかな、このドアが。あ、このドアはいけないみたいだね。ドアじゃない、土管ね。それじゃあドアの方に入っていこう。そしてここはメットを蹴るしかない。そうだろ、メット蹴ってすぐ右、合ってる、珍しく合ってたよ。そしてここは上。バカか俺は、どう考えてもダメじゃねえか、上に行ったら。いや、ちゃんとコースをよく見ないといけないね。今なんかあったよね、ドグロリートがあったよね、さっきなかったような気がするんだけど。じゃあここはジャンプしないで、 P スイッチも踏めないしね。あ、なんで右行けないの、このコースおかしいよ。さっきからいろいろとおかしいんだって。このコースバグばっかりじゃないんですか。そんじゃあここはさ、あのつららの上に乗らないように右ダッシュしていけ。多分これが正解だよ。そしてこの四角の脇に何がある。ピオキンムーンじゃないか。
除去されちゃった。じゃあこの四角叩いた瞬間すぐ上に逃げろっていう感じでしょ。さあ行きましょう。あぶね、このハテナは何だ。魚引っ掛けてくれよ。引っ掛けさせるつもりはないだろう、右に泳いでいくなって。さあ進んでいきますか。ここは多分この場所でいいよ。うわ、どこ。なんだまるまる、やっとか。もう分かったよ、この辺でキノコを待っておけっていう感じだね。そしてブロックを叩いて右に進めと。これは恩を変わんないね。じゃあ一旦ここで何もしない、ジャンプして右を失敗しようか。ジャンプして右を失敗。いやナイス、当たった。うますぎじゃない今の当たったのは。さあ進んでいきましょう。ここは USA を取って、うわどうすればいいんだろうね。このベッドを抜けばいいんじゃないの、この場所で。絶対そうでしょ。いや抜けないしこれ。あれマジで抜けないね。この場所で抜いていいのかな。抜いてみるよ。あ、なるほど、これで進めるっていう感じか。そしてここも USA を取って、どの辺だ、この辺で投げてみる。そしたらいけるでしょ。さあ来ました。いや来てね。いやここで一旦チビになって先に進めるっていう感じだね。いやこの場面は一回も引っかからんでいけたね。さあこの花ちゃんと取れるんでしょうか。叩いて左に行こっか。左、こっちが正解。クソがよ。なんでまるまるそのカーマーやっとか。栽培か。いやここさ、こっちに落ちてくると思うじゃん。まさか右だとはな、思わなかったな。それじゃあここでジャッカ回したいと思います。ジャッカだー。どこ行ってんの。右でしょ、こっちを壊してよな。そんじゃあここはさ、踏んでみよっか。踏んでもう一回踏めみたいな感じかな。そして右のブロックが2つ壊れるっていう感じでしょ。本当か、本当に壊してくれんのか。よしよしよし。さあ進んでいきましょう。多分ここで一旦チビにならなきゃね、先に進めないと思うんですよ。それじゃあ行きましょう。ここはどうすればいいんだ。左のハテナを叩くしかない。こういう感じでしょう。もうどうしようもないね。どうに入るしかないね。これはええやろうや。もう分かったよ、ここはハテナ。え、違うやんか。じゃあここはさ、一旦何もしないで左に行く、そんだけ。ちょっと待って、ここでバッテリー切れないでよ。うわ動かないんだけど。いや使いたいコントローラー LR 押してるよ、今押してるけどバッテリーがないんだよ。有線で繋いできました。じゃあここは一旦さ、超ジャンプしてすぐ右に行けっていう感じだね。さあここはもうやめてって、そういうのバレちゃうぜ。じゃあここは何もしないですぐ右に行けっていう感じだろうね。そしてこのバネに乗って右。なんと邪魔すんだこのバネ野郎が。バネはいつ僕に心を開いてくれるんでしょうか。もう一生友達になれない気がするんですよね。さあ進んでいきましょう。雑魚は引っ込んでる。それじゃあ土管から出たらすぐ右に逃げろっていうことだね。そしてこのハテナ叩いていいと思う。ただ好奇心がな。叩いてみます。イッキアップか。まあ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 、イッキアップならまあ許してやろう。まあいらないけどね。それじゃあここはファイヤーを取って一旦溶かす。邪魔くせえあいつ。いやでもさ、これでいいんじゃないの。多分これで先に進めるよね。そしてここはファイヤーを取ったところでさ、当たってしまうんだ俺。なんでファイヤーを維持したまんまここまで来いってことか。ということはよ、このファイヤー取って離れておいて氷を溶かしたらいいんじゃないかな。あら、上だけ溶かしたらさ、フラパって出てこないんだね。それは初めて知ったら。じゃあここは叩いて右ダッシュ。絶対それで出て。よしよしよし、出すぎちゃ。ああ、誰だよここ右に行くとか言ったやつ、これ左で合ってんじゃないの。そしてこのままちくわブロックに乗って。いや待って、ファイヤーがいるって書いてない。あ、この状態でさ、このファイヤーを取ってこいっていうことなんじゃないかな。いやでもさ、一旦あの針に絶対当たってしまうから先に進めないよね。この土管は、あ、こっちは正解だよきっと。よしよしよし、ここでファイヤーを取ってこいっていう感じでしょ。本当か、本当にファイヤーでいいのか。でもファイヤーしかないもんな。でこっから左に戻れないよね。え、ここ
こマジでわかんねえ。 USB キノコとかあってさ、ここにバネ置いて土管に入るとかそんなんじゃないの？なんだこの身体験、地味にめんどくせえなこれ。右おしっぱだったら針に当たれないんだよね。なんでちょっとしゃがむ必要があるんだよね。こっからどうするか。わかった、 USA は手に入れてたんだ僕で、ここで投げてこの状態でファイヤーを手に入れてさっきのところに戻れっていう感じで。なんでよ。そんなことしないでって、もう土管に入らせてよ。でもお前とはもう絶好だ。みんな思ったんだけどさ、今日の僕めっちゃ頭冴えてないかもしんない。やばくない、今日の引っかかり具合なんか初歩的なことばっかりに引っかかってる気がするんだね。そしてここで何もしないでナローのバブルが出てくるっていうことか。でこのままえ。今のはずるい。いや一旦さ、このままもう一回戻ればいいんじゃないの。頼む、これで戻らして。よし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 、これで戻れるっていう感じだね。ビビった、焦った。だからなんでよ。いや、またいけるでしょ、またやり直すよ僕は。何度でもやり直したいと思います。あの死に耐久はめっちゃ鬼畜だよ。多分このまんま下おしっぱしないでいいんだ。何もしないでいいよ。だってさっきとちょっと変わってない。よしよしよし、から先に進めるっていう感じでしょ。さあ行きますか。よっしゃ、これだね。もうすぐゴール近いと思うんですよ。さあボムヘン、じゃない、リンクがいるの。リンクどこ。頼むリンク、リンクで俺がここに打ってくるみたいだ。だからそういうバーなんでしょ。違うの、一旦下戻ってみようか。リンクを手に入れてこいってことかな。え、リンク、あ、あったよ。もしかしてもう一回ワンチャンあるんじゃないの。ここで戻って左を進化すればリンクが手に入る。頼め、やった。優しいのペラモンさん、顔がない割に優しい。なんでよ。え、なんでリンク取って戻ったらさ、あ、やっぱり砲台があるってことね。多分一発でマスターソードを取ってこなきゃいけないんだろうね。それじゃあまず最初にこの土管に入ることは合ってると思うんだよね。そして一旦戻ってすぐにね、マスターソードを取ればゴールできると思います。さあ行きますか。まずここでマスターソードを取って、次は砲台がないと思うんだよね。ここで爆弾を出せばゴールできる。この USA が。土管のここに置いておいたらさ、アイテムとか出ないんじゃないの。パックンとかさ、土管にひっついてたら出ないよね。アイテムって出てくんのかな。こっからが勝負だね。すぐ右に行こっか。すぐ右に行ってすぐに爆弾を出す。オッケー、はっ。よしよし、爆弾消えてないで、これでゴールできました。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオワンスクリーンシャープ30ということで、サムネを見てもらっていいですか。もう絶望しかないで、まあ見た感じつららを壊しながらゴールまで目指せっていう感じでしょう。そして最速タイムが22秒もかかってるんだよね。意外とかかるなこのコースと思いまして、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.23%。 最近もこんな感じのコースしたよね。それとどう違うんだろう。ちょっと変わってたらいいんだけどな。水中やんこれ。今左行ってかわそうとしたらさ、水中だからほら歩くのがめっちゃ遅いんだよね。じゃあまずどっから行くかだね。右下のこのつらが壊れっから、まあ右下は無理だね。っていうことは最初左から行くしかないっぽいね。じゃあ最初左は確定だと思うんだよな。そして右に行ってすぐ逃げる。そんでこのつららを壊せっていう感じでしょ。さあ行ってくれこのまま。うん、頼む復活しないでつらら。このまま行けるでしょ。これはワンちゃん。行ったらいける。頼む壊れてどんどん。これこれさ、つららが復活するのが分かんないからスリルがたまんないね。こんなこと言ったらまたピオキングドエブだなとか言われるかもしんないんですけど、僕実はドイツだからね。みんな知ってる、僕めっちゃちょっと喋るな。いや僕マジでドイツなんだよ。そしてここ水中ステージだから動きにくいな。さあこっから下早く行ってくれ。ゴールはもう近いぞ。怖い、頼むつらら。つららつららつらら、つららを食べると
頭が痛くなる。さあみんなでつららを食べよう。つららが僕らを待っていた。いや、さっきのところがさ、マジで難関なんだね。復活するタイミング、あそこだけおかしくない？そんなことはないと思うんだけど、あそこだけなんかタイミングがちょっとずれてるような気がするんだよね。気のせいかな。さあ、次は行ってみせましょう。頼む、マリ、今度こそ行けるだろう。ここさえ抜けたらもう行けるよね。さあ、来た。こっからもう簡単だよ。あとはもう、頼む！やったどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。